はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつざわりょうでございます。大和恵子様、ゆうくんのエリザベート様、ご支援ありがとうございました。ちょっと恐縮するぐらい多額にいただいちゃいまして、誠にありがとうございます。お二方様も何度も何度もご支援いただきちゃいまして恐縮であります。ありがとう頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。動画のコメントなんかで私が意外と元気というですね、抗がん剤治療中なんですけれども、というコメントありますけれども、実は元気でないですね。長引くですね、手術と抗がん剤治療で動かないっていうことをやってまして、体力がゼロに近くなっておりまして、ちょっと歩くとゼー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 してしまいます。あとですね、去年の年末、ちょうど1年前のノードック行った時の記録ちょっと出てきたんですけれども、その時体重56キロありまして、170センチ56キロ、1年前、ちょうど1年前。今ですね、抗がん剤治療で腹が痛くない合間を縫って、ものすごい勢いで体重増やそうとして食いまくってんですけど、48キロしかありません。なかなか増えねえな。これアメリカ人を見習ってですね、ピザとかですね、フライドポテトとかですね、あとドーナツってすごいカロリーありますよね。3つで1000キロカロリーぐらいありますよね。そういうの食うしかねえのかな。あとポテチを片時も離さず食うとかしないと太れねえのかな。痩せちゃったことも痩せちゃったのに、筋肉が落ちちゃいまして、ガリッガリになっちゃって、ちょっと体力ない。動画撮ってるだけで動画撮ってる時だけこのような元気な声を出しておりますけれども、日頃は寝たり起きたり寝たり起きたり、情けない生活を送っております。落選した辻元清美、介護施設でボランティア活動してるそうです。2級介護免許を取ったのつってですね、取材にどっかが取材に行った時だけ頑張ってやってんのかもしれません。それは謎ですけどね。実は新聞じゃなかった日刊現代記事。日刊現代って、一見有刊誌のように見えますけれども、新聞って認めらんてなくて、なんか新聞連盟とかに入れてもらえてないっていうですね。等身大の辻元清美に戻って鎧を脱ぎ捨て、永田町の毒をデトックスしたいとか言ったらしいであります。辻元清美、ちょっと何言ってるか分かんないですね。デトックス対象の毒が何言ってんのかなって思いますけどね、私からしてみれば。永田町をデトックスした結果が辻元の落選ではデトックスできてんじゃないの。永田町から辻元っていう毒がなくなったじゃん。狂人はですね、周囲を狂人と思うらしいんでですね、毒はまともな人たちを毒って思うのかな。議員復帰は諦めてないことは分かりました。来年夏の参院選あたりに出てくるかもしれないですね。立憲で他の候補を用意してなければね。そういえば狂気って相対的なもんだなーって私最近気がついた。最近でもねえか、10年ぐらい前に気がついたんですけど、狂気って相対的なもの。例えばたった一人がですね、正しいことを言ってもですね、残りの99人がそれ違うなって言ったらば、99人の方が正常で、その正しいことを言ってるにもかかわらず、そのたった一人は狂人扱いされてしまいますしね。例えばですけど、中世のヨーロッパでの魔女狩り、やってる最中は誰もがですね、これは正しいことだって思ってたんでしょ。そう思う人間が圧倒的多数だったんでしょ。そしたらそっちの方が正常だったんでしょうね、当時は。ルイ14世はですね、歯があると病気になるっていう謎理論に基づいてですね、歯全部引っこ抜いてたそうです。痛かったんじゃないの、麻酔も何もね、時にさ。でも当時は
その理論が正しいとされてたわけでしょ。地球は動いてる。ガリレオはですね、狂人扱いされて、裁判にかけられちったしね。まあまあ、狂気とは相対的なものであると。いうのが、まあ、それは正しいのかな。10年ぐらい前に、とにかく気づいたって話であります。産経報道、日豪安保、新次元へ。日豪両政府がですね、日豪安保共同宣言改定を調整中、日米安保共同宣言っていうのは以前出された、宣言なんですけど、まあ同盟とか条約にはなってないんですけどね、協力関係ね、米国も交えた共同対処能力に主眼を置く改定になる模様。何に対しての対処だかっていうと、もちろん中共と、こういう内容になるとまで報道されておりましたんで、まあまあ決まりかけなんでしょうね。検討中とかじゃなくてね。オーストラリア政府がこう言ってきてるそうであります。日本政府に、中国に厳しい姿勢で臨むのは党派を超えて一致した考えだ。つまりですね、日本のように立憲とか共産みたいに、割れていないっていうことですね。まあ米国議会なんかも民主党も共和党もこぞって、中共を許すまじっていう風になってるみたいですけどね。対中融和への揺り戻しはない、言ってるみたいであります。対中融和、10年ぐらい前あれだったんですよね、親中の国、中国さんいらっしゃい歓迎しますみたいな、国だったんですけど、オーストラリアね。で、中共が調子に乗ってやりすぎて、この野郎っていう風になったんですね。ネットの話です。さすがに国政にまで中国に侵食されて懲りたか。まあ日本と同じくですね、中共の息のかかった議員とかが誕生しちゃったんでしょうね。中共に懲りた者同士、人類のために中共と戦わないと。アメリカの日米米豪同盟強化策。日米米豪、アメリカを真ん中に置いてですね、そういう関係、やじろべえみたいになってますんで、まあまあ、おもり同士も仲良くして、アメリカの差し金でしょうか、思いっきり韓国を捨てて乗り換えてる感じ、まあそんな感じはしますね。クワッドを入れてもらえなかったし、中国に対する ABCD、ほえも、米豪がここまで本気なら、国内の親中勢力排除は避けられないと。まあまあ、日本国内の親中勢力、排除進んでいくでしょうね。今後ね、世の中そういう流れだから、真っ先に林外務大臣とかいねくなっちゃったらどうするのかなって気がしますけれども、NATO に入れないから太平洋版 NATO は必要。これあれですよ、クワッドですよ。クワッド、日米豪印クワッド、これは太平洋インド洋版 NATO と。NATO は大西洋条約機構でしたっけ。こっちは太平洋インド洋条約機構みたいな、まあオーストラリアとイギリスと、同盟の条約本決まりになったらそういう風になるでしょうね。条約機構ってなりますよね。オーストラリア議会、我が国は将来的に核兵器を保有する、決定したんで、まあ日本としては頼もしいですよ。クジラとかで、騒いでる連中は、まあ騒いでる連中としてですね、まあオーストラリアの核保有を米国が認めるかどうかは別問題ですけれども、まあまあイギリス連邦の一員、元首はエリザベス女王です。オーストラリアのね、今まで何回かですね、国民投票でもう英連邦じゃない、元首を国内にいない、イギリス女王じゃなくて元首のいない共和党制にしないかっていう国民投票何回かやられてるみたいなんですけど、いずれもですね僅差で、否決され、まあ今の状態がある。で、イギリスは核保有国ですから、まあイギリスがうんって言ったら持てるんだろうな。まあ頼もしいですよ。そういうとこと仲良くできるんだったらね。日米同盟、米韓同盟を強化するためですね、米国はかつてですね、
努力しました。日米韓、日韓軍事協力、強化を目指してですね、まあGSOMIAとかもありますけれども、まあ20年前は日米韓共同訓練なんかもやってました。韓国がですね、旭日機の国内使用は認めないがなんか言ってですね、まあそしたら旭日機を正式の旗としている海事は韓国に行けませんね、上陸できませんよね。それとか自衛隊の哨戒機にレーダー、照準レーダー照射しといて、ロックオンしといて、言い訳ばっか、嘘8億で、結局謝罪もしてないし、再発防止策も発表してないし、あとですね、バイデンが副大統領だった2015年に、骨折った、アメリカですら骨折った、日韓合意完全保護などなど、でですね、さすがのアメリカもですね、日韓の軍事協力強化を完全に諦めました。安倍元総理のアイデアでですね、日米豪印クワッド構想が現実化したんですけど、まあ、そこに韓国の姿はなしと、入れてやらないと、まあ自業自得ですけれども、今ね、北朝鮮が弱り切ってんだって。弱り切ってて、北による韓国侵攻もしばらくねえだろ。もしあったとしても、韓国で単独で、ちょっと時間稼ぎ、踏みこたえて、踏みとどまってもらおうって判断してですね、今は台湾だ。中共が台湾に侵攻するのが、時間の問題と見られるということで、そっちの方に優先して力を注ぐ米国の判断かと思われます。そう判断してですね、まあ、日本とオーストラリアにですね、もうちょっとあんたら仲良くしたら、言ってきたんだと思いますけれども、でないとですね、いやいやながらもですね、同盟関係を維持している米韓同盟、が韓国がクワッドに入ってないっていうのも不自然なんだよな。米国が韓国はもう嫌って愛想つかした証拠だと思います。まあ9条でですね、日本単独で紛争解決のための武力使用っていうのは認められませんけど、これは多国籍軍に参加協力で戦闘するのは解釈でなんとかなりそうですね。まあそうなったらそうなったで、テレビ新聞左翼ども絶叫するんでしょうけども、その時は、そうなる時はですよ、クワッドが発動して自衛隊が戦うような時はですよ、人民軍が台湾を攻めてる時だから、まああからさまに反対しにくいかもしんないな。さすがね、中共のスパイのテレビ局といってもですね、まあオーストラリアはいいですよね。親中の反動が強烈で、これ日本も散々やられてるんですけど、なかなかそういう強烈な反動、中共滅ぼすべしみたいな反動が来ないのはですね、日本国内にですね、植民地支配がーとか言って嘘で騒がるやつで、日本は反省すべきだーとか、もう76年も経ってんだからよー、いい加減にしろって話なんですけど、まあそういうのをですね、めんどくせえな、ことなかれで避ける、腰抜けがいるのが、ゴーとの違いでしょうかね、オーストラリア。そういう腰抜けはいないんだろうな。まああれですよ。みんなことなかれでさ、ことなかれ。なんかめんどくせえね、騒いでからちょっとなんかやってやれよ、いうようなね、議員が多いとですね、騒ぐ会もあるってことで、バカどもが騒ぐのやめねえんだよな。まあこういう連中は早くデトックスせんとね、それこそデトックスジャパンですよ。韓国外交部長官、これは外務大臣に相当します。記者会見、日本政府は2015年日韓合意をそのまま守るべきだとする立場が固くなで、日韓関係は全く進展できていない。まあどういうことかっていうと、約束守れとか言ってる日本が悪いって言ってるんですけど、そのせいで日韓関係がうまくいかない、まあ言い訳なんだが、まあ何でもかんでも日本のせいなんだが、約束守れなんて無茶言うなよっていうようなことを
外務大臣ともあろうものが言っちゃってますね。ネットの反応です。ちょっと何言ってるかわかんない。約束してお金まで受け取っておきながら何言ってんだ。アメリカが仲介した日韓政府間の合意だぞ。まさかと思ってたら本当に言ってて大爆笑。自分で何言ってるかわかってんのかね。約束した時点で全然守る気ないから。つまり韓国との合意や協定は全部無駄と。だって守んねえんだもん。守る気全然ねえんだもん。で守れっつったら無茶言うなとか言ってくるし、日韓合意保護で決定的だったのはですね、自称慰安婦をですねケアする財団を設立してですね、日本政府がそれの原資として10億円拠出したんですけど、財団そのものを韓国政府がなくしちゃった。解散だっつってですね、消滅させちゃった。これね、取り返しつかないよ。言い訳できんし、もう一回作り直しますとか言っても、全然ね、守る気ないっていうのはこれで明白になりましたしね。約束守れなんて無茶言うなって、人類の常識通じねえみてえだな。これだもんね、米国も日本もあぎれ返ってクワッドに入れないんですよ。今度は TPP に入れるとか言ってきてるみてえだけど、 TPP なんて約束の塊なんだから守れるわけないじゃん。韓国政府が何言ってんの。堂々と約束守れだなんて無茶言うなとか言ってるとこが入れと思ってんのかね。世界中の国がいいよっつってもですね、日本はダメだって言わなくちゃダメですからね。今後はいかなる条約合意協定も韓国政府は守る気が全然ないと。日本政府と日本人は心得るべきですね。やむを得ず商取引する場合は必ず現金詐欺払いで、もらっといてですね、こちらが買う場合はですね、品物がちゃんと揃ってっか、数はあるか、品質は大丈夫か、確認してからじゃないとこれ買うわって言っちゃダメですからね。なんせ人類の常識が通じないですから。特にですけど、日本以上に欧米諸国キリスト教の国はあぎれ返ってって思いますよ。なぜならですね、契約社会だから、神との、関係も契約ですからね。これこれすれば天国行けますみたいな、契約社会ですから。あとね、中世からですね、騎士と領主の間で契約と、外国人傭兵部隊なんかも契約と、で約束も破ることはダメと、そういう社会ですから、日本以上に呆れ返ってると思います。世の中にはですね、話し合っても無駄な存在が多数存在しますよね。韓国に限りませんよね。北朝鮮だの中共だのもろくでもないですね。話しても無駄、全くの無駄、全然無駄って感じになります。今年もあと2日ですか。今日は大掃除なんかで忙しかった方も多いかと思います。明日の動画はあれかな、今年1年を振り返ってっていうやつかな。今年1年は私いろいろありましたね。共産党と戦ってみたり、で懲罰委員会かけるってまたやり返してみたり、がんになってみたり、1対1対1対手術やってみたり、抗がん剤でひっくり返ってみたりね。いろいろあったような気がします。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。